ゾゾゾゾンビッコ12位だ。あーやばいやばい、そう、お風呂上がりですよ。こんばんは。よいしょ。ちょっと見てください、びしゃびしゃ。ちょっとあの乾かすのがもうめんどくさい。次、ありがとう。広島で、え、そうですよ、ちょっとまだ広島いるって思ったんですよ。実はまだ広島にいます。この人まだ広島にいんのって思いました。あら、もうかぼちゃもありがとう。毎日髪洗うか、洗うよ。でもさ、もうこんだけ長いとさ、もう本当にもう大義って感じなんですけど、そう、洗いますよね。うん、大義です、本当に。乾かすのがね、あれないよね。そう、なんか洗うのは全然いいんだけど、広島弁で大義めんどくさいみたいな意味ですね。めちゃんもハートもありがとう。見てください、爪を変えたんですよ。けどもうピンクだから、でもマジで、ね、もう本当にシンプルすぎて誰にも気づかれないという、はい、なんで皆さん褒めてください。うわそう、マジで全然気づかれないこのピンク。そう、今日ここでみんなに見せびらかそうと思います。なんか透明に見えるね。ピンクからピンクです。あのでもちょっと色が違うけど、でもほぼ似たピンク。かわいい、ありがとう。まだドライヤーしてない。あともありがとう。なんかさ、もうすぐもうすぐさ総選挙だねってお姉ちゃんに話したらさ、なんか総選挙じゃないからやめてくんないって言われたんですよね。なんかそのさ話しててさ、なんか最近その選挙かな、なんかすごいね、もう街中そうね、なんかもうすぐ総選挙だって、投票あるねみたいな話したら、総選挙じゃないよって言われて、AKB って思ってね、総選挙ね。あ、そうです、ガチの選挙で一票だけ、え、そうなんですよ、一人一票しかないから、ね、ママありがとう。CD 買ってもね、一票ですよ。投票します、私、中村麻衣へ。演説。ありがとう、かぼちゃ。総選挙はね、もうなくなったもんね。あの選挙じゃなくてさ、あの AKB さんのね、なくなったもんね。なくなったっていうかやってないよね。あるのかもしれないけど、なんか第10回だっけな、私が最後に
最後にっていうか最初で最後だったんだけど、出た総選挙は第10回だったはず。世界総選挙だったかな。難しい。もう入ってすぐでしたよ。6月とかだったから、3月に加入したから、3ヶ月とかで、沖縄じゃない、そう、沖縄1個前なの。沖縄じゃなくて名古屋ドーム。何位だったか、え、分かんない。100位以内に入んないと順位分かんないけどさ、100位よりも全然下だと思う。何位か分かんないよ。あ、なんか後々何位でしたよとかも言われるわけでもないので、マイケル出てた、なんか出てたっていうか、なんかみんな出てたの、なんかもう結構、なんか私もなんか動画撮った記憶あるよ。押すきっかけ、あ、嬉しいですね。加入3ヶ月とかだったからさ、多分まだ全然ここで今話してるみんなと会ってないかもしれないですよね。ね、全然知らなかったよって人いっぱいいますよね。そう、研究生でしたね。なんか全然さ、その期間寝てなくってさ、なんかショールームイベントもやってたんですけど、そのなんかショールームの総選挙みたいなのもあって、ショールームイベントもあったし、そのコンサートの練習もめっちゃあって、本当になんかもう番号とかももう本当に40何番とかまであったりするから、だからもう本当に覚えることがいっぱいあって、そうだから全然寝てなくって、もう本番本当に眠すぎてもう白目向いてた記憶ある。もうやばかったもん、本当にね、眠すぎてね。そうで、しかもその頃ショールームがなんか3時間とか決まってなくって、無制限だったの、もうできるだけやっていいですよみたい な、 なんか朝の5時から夜の24時までもうやってもいいですよみたいな、もう何時間でもどうぞみたいな、できるだけどうぞって感じだったから、もう時間があったら配信つけて、でもう寝落ちすることもあったしえ、そう、期間も長かった。なんかね、ショールームのイベントも3週間ぐらいあったの。3週間って長くない？すごくない？よくやってた。いや逆にね、みんながよくやってたよ本当に本当にね、もう何時間やっとったかね、分からん。でもよくね、何時にやりますって言ってね、起きれずに、なんか舞ちゃんが起きてこないみたいな、寝てるのかなってなってたと思う本当に。なんか寝過ごしてた、寝落ちして、朝5時から予約入れるけど朝5時からやってないみたいな。そう、でもみんなは3時とか4時ぐらいかな、捨て星とかするの、星集めとか。そうだよ、もう星の制度がさなくなったけど、ショールーム。そうだから、その捨て星が無駄になるっていう捨て星夏ね、そんなこともあったよね、そんなこともあったよな、懐かしい。今ね、このキラキラだけどね、いい思い出か、いや、いい思い出だよ、いい思い出な、苦しかったなとは思うけど、その時でも振り返ってみれば、なんか、あ、そんなこともあったな、懐かしいな、でもこの時代がなかったら今の私はいないからなと思いますからね。最初からやってた、あれ私どうなんだっけ、途中からやってたのかな。いや、まあいいんだよ、勝ち負けはもうどうでも、いや、どうでもよくないかもしんないけど、もうだってね、今もう何もなんか、その時悔しい気持ちがあったから今がありますからね ありがとう。
美化される。いやまあね、まあね、それも人生ですよ。だからショールームイベントなのか。そっか。こんな話をして、そうか、明日からそうなんだ。グループ全体のイベント、あー、なんか STU のイベント、 STU 内じゃ、まあ、あれですけど、グループ48グループとかだったら楽しそうだね、まあ、なんか疲れるのはちょっとあれだけど。出るの？え？いや、もうええでしょ。もうええでしょ。で、その一言で、ありがとうございます。でもね、出るみんな頑張れって感じですね。もう頑張れ。私はね、もうちょっとね、もうええでしょなんですけど。もうええでしょ、便利だから。もうええでしょ。出なくても怒られないか。あ、怒られないよ全然。そんなの、なんかだって自分の意思でやることだし、出なくても出ても何にも、そんな、なんか、うん、ないないない、大丈夫だよ。みんなそれぞれの頑張り方があるから、自分ができることをしたらいい。スケジュール的にも、いや、そうなんよね。ま、そうなんよね。10月ね。ありがとう。パッキング？パッキングしてない。いや、パッキングなんかさ、どんな服着たらいいのか分かんなくてさ、なんかレッスン着っていうのかな、めっちゃ悩んでる、ずっと。なんかそのバレエもあるから、バレエの、でもバレエのレッスン着を着てレッスンに参加するわけじゃないから、いや、なんか何着てレッスンで、今日ずっと考えてて、で夜お姉ちゃんに相談して、何着て参加したらいいかなって言ったら、誰もあんたの服なんか見てないやろみたいな言われて、ちょっとそうだよねって、そうですよね、じゃあなんか、うん。でもさ、なんかむずいんよ、ほんまに。悲しい。でも本当にそう、なんか人がさ思ってるよりさ、あの人の服こうだなとか思わんよね。いや、まあ本当にパンチのある T シャツとか着てたら、うわーって思うかもしんないけど、ありがとう。一生思う。なんかインパクトあるやつ着てたら突っ込まれるかもしれないけどさ。12時まで髪乾かさねえ、ちょっと心配してくれてありがとうね。なんかさっきから定期的にね、髪乾かさないと風邪ひくよみたいな。ありがとう。いいのよ、ちょっとね、休憩タイム。
ちゃんと乾かした方がいいです、はい、痛みます本当は。でもね、よくやっちゃう。なんか休憩しながら乾かして途中でハーってなって、ちょっと一旦休憩しよう、また乾かして、そう、なんか多いんですよ量が。でもなんか髪が濡れてる間は痛むみたいなの聞いたことある。10分かかると思う。ドライヤーの音聞きたい？マニアックだね。あんまドライヤーの音聞きたい人おらんくない？音が結構大きいから。ありがとう。いいドライヤー使ってるか、わかんない。もうでもコードがゴネゴネになってる、あのくる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 ってなってる、あ、そこ、あっちにあるんだけど、ドライヤー。多分このショールームでも出たことあるよ。ドライヤーの音フェチ？なんじゃそりゃ。パワーがあって音、え、あるよ最近。静かなドライ、なんかあれも、でもさ、手を使わなくてもこう頭の上でこうやって回ってくれるドライヤー買いたい。なんかスタンドみたいな、もう勝手にこうブーンってしてくれる。美容室のかな。いや美容室ね、手で乾かしてくれるよ。手っていうかドライヤー、人が。私2人がかりで乾かしてもらうけどさ、こっちからもこっちからもこうなってこうなって、ドライヤーこんな感じ、このブイーン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 みたいな、なんかブローみたいなのされたらもうこんな。その状況で寝るよ。違う、ドライヤーが一番眠たいの。なんかあったかいからかな、なんか頭があったかくて眠くなる。もうなんかドライヤーじゃないや、美容室体力がないといけないからさそう、そうですよ。本当に意外となんか美容室は意外と結構体力いるんですよ。体力いるよ。なんか昔美容室で髪の毛とか洗ってもらった時に、はいお疲れ様ですって、そしたらみんなもお疲れ様ですみたいな声かけてくれてて、お疲れ様ですって逆にみんなの方がお疲れ様ですって思ってたんですけど、でも最近本当にお疲れ様ですって、どっちもお疲れ様ですねって思うようになりました。体力いります。お互いにお疲れ様で。
美容室で話すか。話すよ。結構お話しするの好きですよ。今日も爪やってもらうときにずっとお話ししてました。なんか結構爪はあの自分でこうライトにこうやってなんか手を入れるんですよ。でだから寝てたらダメなんですよ。寝てるどころじゃなくて自分でこうやってライトに手を突っ込んででこう固まらせるんですけど、だから、ね、寝てたらスタッフさんっていうかあのお店の人も困っちゃうので、どんな話今日何の話したっけな。何の話したっけな、記憶があんまないんだけど何の話したっけ。マジ世間話だったんだけど、職業、その人職業、そうあのあれなんですよ、見バレっていうか、そうお話し会のスタッフさんだったんですよ。なんかあの前話したんですけど、なんかお話し会のそのなんか承認とかするスタッフさんで、たまたまでやったことあるみたいな人で、へーってなって、そうやったことありますみたいな感じで偶然。指名してないけど、そう、たまたま偶然、ね、すごいよね。うん、同じ人じゃない時もあるけど、なんかしばらくシンプル、ずっと音色はね、どうやって決めるか、なんかいっぱい色がこうサンプルみたいになって、どれにしますかって言われて、これでじゃじゃーんそう、でも伸びてもね分かりづらいからね、いいんだけど、ね、わっパワーありがとう、福ちゃん丸、福ちゃん丸さんありがとう、また似合う、ありがとう、かぼちゃくま、ハロウィンか。ネイル見てる人なんて服以上にないから、なんてこと言うの、爪の変化には気づきなさい絶対に気づきなさい、爪を褒めてあげてください。皆さん推しの爪を、爪綺麗だねって、顔？まあね、顔見るもんね。でもなんかよく言われる時あるよ、あ、なんか顔ばっかり見てて今日そんな服着てたんだとかってなんかお話し会何ループかしてくれて、でもう結構来てくれた後に、わーってそんな服着てたんだみたいな、え、なんか着替えた？え、ずっとそんな服？顔しか見てなかったみたいな人割といたりするよ。みんなあるあるじゃない？そんなことない？あるある？え、結構いるよ。
顔しか見れない、何も見てないわ。どいつどこ見とんか分からんけど服の記憶あまり残らない。え、でもなんかあるあるっぽい。でも確かに顔ばっかり見ちゃうのかな、見ちゃうかも。インパクトがある服だったらあれだけどね。そう、なんかオンラインが特に、オンラインは確かにまあわかるわ、だって顔がドーンだし、その画面に。緊張してそれどころではない終わってから服見てなかったこと、見てなかったって思う。え、でもそうだよね、なんか忘れてたみたいなのよく聞くよ。私は、え、見てるよ、背景も見てるよ、全部全部見てますよ。うん、見てますよ。あ、あのグッズが新しく飾られてるな、あ、部屋の配置が変わったなみたいな。あ、バーチャル背景ないね。あの子のグッズあるなとか、いや、そんなことは思わんよ。ただめっちゃ気になるのは、なんか私と、この人は私と誰々推しっても自分が例えば把握してて、この人の推しはこう何人いて、そのうちの一人が私だって思ってる時に、まあ、来て私一色の背景にされてたとして、あれ、この人次の誰々ちゃんのお話が行く時背景どうするんかなって、なんか別の背景用意してるのかな、それとも飾り付け変えるんかなと思って、そう、めっちゃ気になる、どうするんだろうと思って。私専用のブースがあるのか心配してるの、心配してる。場所変えてるんかな。付け替えてる付け替えてる。でもなんか付け替えるにしては結構すごい大変だろうなとか、なんか結構たくさんなグッズが飾ってあったりしたら、え、なんか大変だろうなと思って。なんかそういうのはなんか大丈夫かなって。180度回転してる。え、ある意味でもそれだったら結構楽だよね。マイキュー部屋、え、いいじゃん、マイキュー部屋とかなんか嬉しいね私の部屋なんでしょ。大変そうとか考えるな。自分の部屋がマイキューの部屋、すごいじゃん、寝室に私いるじゃん。じゃあ結婚してありがとう、僕もありがとう。インパクトあった部屋
わかんないや。インパクトあった部屋、なんかちょっと個人情報そうだからやめとくね。あんまりなんか部屋とか結構、うん、まあ結構外からする人も多いよね。あ、でもなんか移動中にやってる人とかはすごい、なんかあの電車の移動とかさ結構タイミングがむずいじゃん、大変だなって思うな。カラオケボックスで歌われ、ないな、歌ってよ、聞きたい聞きたい。ありがとう。電車の中で話すの、いやなんか新幹線とかの映んないようにしていい人が新幹線とかで話すわけでもなく、なんかクスクスみたいな、シクスクスみたいなのしたことある気がするわ。なんかたまたまちょっと帰りがかぶっちゃってえへへしーみたいな。確かに電波かけだけどね。いやカラオケダメなの？お話し会 NC？歌ってくれる人はいるよ。全然歌ってください、私聞きたい、みんながどんな歌声なのか。アカペラ、うん、かま自分で演奏しては多分 OK なんじゃない？え、わかんない、ダメなのカラオケは。なんか自分で演奏して歌ってくれてる人とか普通にアカペラで歌ってくれる人とかは全然出会ったことありますよ。嬉しい。自分で作った歌？もっと聞きたいわ。自分で作った歌？聞きたいわ。え、全然ホテイト以外でも。マイキューの歌って曲めっちゃ気になる。歌ってください、マイキューに捧げる歌。作って作って、マイキューの歌気になる。共感性羞恥感じないよ、楽しんだもん勝ちだから。ラブソングなんだ。ぜひお願いします。
え、まだならない0時にちょっと、あ、ちょっとまたこれ充電消えました。あ、57分。じゃあ壇上呼ぶよ。カロさん、ドンベイさん、南波のひさとさん、ティーンさん、マサさん、ヨッシーさん、きなぺこさん、ゆずきちさん、がんばレッドさん、太郎くんさん、ためですさん、東京のスワンさん。1位はドゥルドゥドゥン、福ちゃんまるさんでした。ありがとうございました。ということで、明日は何曜日ですか皆様。金曜日です。25、27がお話し会です。日曜日か。ありがとう、配信を見てくれておやすみなさい。頑張ろう。おやすみ。乾かします。任せろ。乾いてきた。お疲れ。明日も頑張ろう。おやすみ、みんな。おやすみ。またねー。